2014年ソチオリンピックの際、報道ステーションで冬のソチの状況を伝える松岡修造さん。さあ古田さん、今僕はオリンピックの会場がありますソチに来てるんですが、ソチの気温なんと17度あるんですね。古田さん、ソチは春です。まあ似てますよね。また彼の修造のこう喋り方とか聞き方、もう相当報道ステーション見てるんでしょうね。お、隠れミッキー。そんな小庭の自宅からお送りする小庭チャンネル、ぜひ登録してね。